イエール諸島、別名黄金諸島は、地中海に浮かぶ三つの有人島と周辺の無人島からなる島諸群。フランスのバール県、イエールコミューンに属し、ジアン半島及びベナミ先の沖合に浮かんでいる。諸島とその周辺海域の一部は、ポールクロ国立公園を形成する。 フランス国立統計経済研究所の小地域統計によれば、有人島3島の住民数の合計は458人である。イエール諸島は約2万年前の最終表記終了後の海面上昇によって孤立したモール山地の地質的延長である。諸島内で非常に目立つ雲母変岩が太陽光を反射して輝くことから黄金諸島の名が与えられた。 プロバンス地方の最南端にあって、コルシカ島の最北の半島カップコルスと同位度に位置する。イエール諸島の地形図諸島は、東西2 2トルにわたって連なり、その総面積は28.99平方キロメートルである。ポルクロール島の一部とポールクロ島、バゴー島、ラスカイは、ガビニエール島の全域、およびその周辺海域は、ポールクロ国立公園を形成する。 公園は陸上の7平方キロメートルと沿岸から650メートルの海域合わせて18平方キロメートルを有する。1963年に創設されたこの公園はフランスメトロポリテーヌの中で陸海にまたがる唯一の国立公園である。プロバンス地方と同じ高温化基地中海性気候に属する。海洋の影響で気候は安定している。 イエールと同様、フランス国内でも最も温暖かつ乾燥した地域の一つであり、年間降雨日数はわずか55日である。諸島内に空港はなく、アクセスは船便に限られる。ポルクロール島へは、治安半島西用部のトゥール・ホンデュ港から船便が、年中無休で就航している。港からは10分で到達でき、運航頻度も他の2島に比べて多い。ハイシーズンには、 バール県内の各都市からポルクロール島への船便が就航する。ポールクロ及びルバンカク島へは、ジアン半島の付け根にあるイエール港からアクセスする。いずれの島においても、自動車はコミューンの行政命令によって、全面的に禁止ないし厳しく制限されている。ポルクロール島では自転車の乗り入れが可能であるが、他の島では自転車の交通も許されていない。島は、 ギリシャの地理学者ストラボンによってスト地図と命名された。その後かなり経ってからフランス語で東方諸島、ルネッサンス時代に黄金諸島、ついでイエール諸島と呼ばれるようになった。諸島は戦死時代から人間活動を受け入れてきた。例えばルバン島のプティアビには青銅器時代に遡る鉱脈の採掘跡がある。その後島々はケルト人。 リグリア人、レトルリア人、ギリシア人、ローマ人によって占領され、あるいは頻繁に訪れられた。これらの民族は、ポルクロール島のモザイク画や石碑、ポールクロ島の墓や水道、高架など数多くの痕跡を残した。これらの島々は、高天寺の船の退避所としての役割を担っていた。12世紀中央に、ルトロネ修道院の死闘会修道士が、ルバン島の北に、 カステラ修道院という古修道院を建てたことで、島が宗教的支配を被っていたことが1198年と1199年の教皇の手紙からわかっている。この修道院は、間もなく海賊の襲撃の犠牲となり、修道士たちは略奪され、奴隷に引きずり込まれた。修道院は1169年に、セアウグスチの修道会によって再建されたが、13世紀初頭には、 島の修道院を回復したいというルトロネ、修道院の思惑から修道界同士の利害をめぐる論争の的となった。内紛に決着をつけたのは強行院のンテウス三世である。ルバン島の修道院の別院がポルクロール島とポールクロ島のノートルダム国の中に作られた。これらの修道院は後にレランスの修道士の管轄下に移った。 軍刀は12世紀末から16世紀初頭にかけてのバルバリア海賊の一連の襲撃とフランスオスマン同盟を経験する。著名なトルコ人作家のピーリー・レインスが彼の著作海洋の書で島々に言及したのはこのような文脈においてであった。トルコ人はこれらの島々に三つ島の名を与える。この島々はフランス王国では有名である。ここは トルコとアラブの艦隊が略奪に勤そしむ場である。なぜなら、これらの海岸から商売に出る、異教徒の船は、欠くことなく往来するからである。イエール諸島の地図フランソワ一世は、イエール諸島を訪れ、海賊の襲撃に対する住民の不満を受けて、ポールクロシマ、バゴー島、ルバン島の3島を黄金諸島公釈領とした。彼は、ベルトランドルネザンに、当地における王権の確立と、 海賊からの防衛の任務を委ねた。千七百八十五年までに十一人の公尺が後を継ぐことになる。フランソワ一世の地異性には天然の良好を持つポールク黒島に無林要塞が建設された。千五百二十二年、スレーマン一世によってロドストから追放されてきた西洋派の騎士団の騎士たちがフランソワ一世にイエール諸島への居住を申し出た。しかし、 カール5世の干渉と、後のフランス王との対立によって、彼らは結局マルタに落ち着くこととなった。1550年、アンリ2世はフランスでの兵役益を経たドイツ貴族、クリストフ・ド・ロゲンドルフ伯爵に、彼がドイツで失った領地の保証として、諸島を与えた。彼は、間もなく、オスマン帝国大使、ガブリエル・ドルエツに、彼をトルコの監獄から解放した謝礼として、 諸島を明け渡した。この譲渡は1552年の2月に王に承認された。隠してるエズは黄金諸島公爵の称号を得て、紺色の地に銀色のフルールドリスを7つあしらった腕章を帯びる権利を手に入れた。入植者を入れるため、王はこの地を司法犯の収容所とすることを命じたが、こうした前科者の流入が後に深刻な問題を引き起こす原因となった。 17世紀、リシュリューは、島の防衛を強化すべく、ポールクロ港に臨む、エスティサーク要塞、エミネンス要塞及びポールマン要塞を建設した。しかし上中の兵が不足していたため、島は常に侵略にあっていた。1700年に、イギリスが、ポールクロを奪い、スペイン継承戦争の最中の1707年には、サボヤ港、ビットーリオアメデオを2世の軍がイエールを占領した。 彼らは、ポールクロシマに牢城し、後ポルクロール島に侵攻した。1742年にはイギリスが再び、ポールクロシマに侵入したが、その後、モールパ博によって追放された。最後の公爵で、ミラボーの義父にあたるルイド・コルベイは、1783年に、ジャン・ジョセフ・バルテレミー、シモンド・サボルナンに3島を売却した。1793年、諸島は、 トゥーロンを抑えたイギリス軍によって占領された。一年後に彼らは島を大いに荒らして撤退した。1795年に島の沖で起こった海戦の後、当時副官であったナポレオンは要塞を再造業し、訂正下で地中海のイギリス勢力に対抗するためにさらに守りを固めた。彼はポールクロ島に1000人以上の中屯兵を配置したが、 今日まで島に残る要塞の大部分はルバン島に1811年には築かれたナポレオン要塞を含めこの時代から伝わるものである。19世紀には島における農業開発が始まった。1855年、アンリとプルタレスはルバン島を購入し、5年後に島の開拓のための未成年者のペナルコロニーを建設した。サントアンヌ農業コロニーと呼ばれる このペナルコロニーは1861から1878年の17年間に渡って運営され、1000人以上の子供を収容し、うち100人が島に没した。より農業に適したポルクロール島は複数人に所有されてきたが、1912年にメキシコデザインを成したベルギーの冒険家フランソワ・ジョセフ・フルニエが島の全土を購入した。彼は大規模農業に着手し、 200ヘクタールに及ぶドウ園を開発した。ポルクロール島からの長望島はまた19世紀末から20世紀前半にかけてリゾートともなった。1880年にはベルギー人鉄道実業家エドワール・オトレがルバン島を別荘地とした。彼の息子ポール・オトレも夏を数回この地で過ごしている。1892年。 オトれキの後継者にわずか0.65平方キロメートルを残して、国がルバン島の90%にあたる9.3平方キロメートルの土地を買い上げた。島は1928年に不動産会社に売却された後1931年に一種のデュルビル兄弟に引き継がれ、彼らによってヨーロッパ発のルーディストコミュニティの一つであるエリオポリが創設された。 ポールクロ島では複数の所有者が次々に島の観光開発を試みた。戦艦期には島はパリジャンたちのデートスポットとなった。1942年11月のアントン作戦の後、1943年初めにドイツがイエール諸島を占領した。1944年8月15日、プロバンス地方本土でのドラグーン作戦に並行して、 アメリカ軍がポールクロ島とルバン島に上陸した。二日間の戦闘によって、ポールクロ島のドイツ兵は相当された。1960年代、ポールクロ島の最後の所有者であるヘンリー夫人が、島の保護を条件に、彼女の祖母に譲渡されたホテルを除いて、国に島を譲渡した。1963年、ポールクロ島とバゴー島にまたがる。 ポールクロ国立公園が創設された。その後、国は1971年にポルクロール島のほぼ全土を取得して国立公園の管轄する選定地とし、1979年にはポルクロール島植物園が設立された。イエール諸島の港には約40隻の古代のナンパ船と15隻の近代のナンパ船がある。港に置かれているナンパ船で有名なものには、 以下のようなものがある。ありがとうございます。